課長お願いします。ありがとうございます。新型タントカスタムはこのその開放感や使い勝手の良さ、基本性能の高さなどを自信を持ってお客様にお届けできる車に仕上がりました。本日より発売を開始いたします。月販目標台数は1万2000台でございます。ダイハツは今後も軽自動車の本質を徹底的に磨き上げながら、それぞれの車種の持つ個性や役割に応じた付加価値を追求していくことで、多様化するお客様の要望にタイムリーにお答えし、ダイハツファンを増やしてまいります。消費税増税の影響についてどのようにお考えかと。まだまだその先のことは読めないなとは思っております。私どもは今回のタントもそうですけれども、経営として低燃費低価格、特に低価格というところにはこだわっておりまして、今回のタントも117万円から入り口価格にさせていただいたということでして、消費税に関しては基本的に増税に関しては賛成する立場でございますけれども、一方で我々はお客様にお求めやすく車を提供していくということがダイハツの考え方だというように思っております。発売時期を少し早めたという点ですけれども、これ駆け込み需要に対応しようといったお考えではないですか。それとは全く関係ないです。商品力の高い車ができたらなるべく早くお届けしようという、そうした考え方です。